はいみな、えー、さんこんにちはレック専任講師横溝ですさて、えー、今回はですね学習方法を120%高める方法を教えますこういったタイトルで約30分ほどお話しさせていただきます受験経験者の方向けのお話そういうふうに考えてください初めて行政書士試験を受けようかなと思っている方は その方向けのこういった30分ぐらいのね簡単なガイダンスというものいくつか他にありますのでラインナップがそちらの方をご覧いただければと思いますこちらは受験経験者向けだから2024年の本試験でのリベンジこれを考えている人向けだと思っていただくといいということなんですね。 さて2023年度本試験も終わり2024年度本試験向けのね講座が動き出すというような時期になってまいりましたリベンジを考えている方どういうような形でリベンジを図ろうと考えていますかまた2023年度試験向けの勉強ですね まあ一生懸命やったけれど残念ながらちょっと点数的には厳しいかなという状況に今あるという方どういう点に問題がありどういう点に今後も継続していきたいポイントがあるのかまずねその学習効果を120%高めるだなんだって話をしていくにあたってはやはりこれまでのあなたの学習の総括っていうのは絶対必要です。 それをやらないままもしくはそこから目を背けたまま前に進もうとしてもそれは前に進んでいるつもりでどんどん後ろに下がってくってそういうことになりますだからまずはここまでのの学習の総括でしないといけないいいとけ総括をするときには何も自分はこんなところがダメだった自分はこんなところができてなかった自分はこんなところがなってなかったんだっていうことだけをひたすら言っていくっていうのもまあそれはそれでね何か それ全部出し終わった後にはもう勉強する気なくなっちゃうって可能性も出てくるのでやはりそのあたり少しうーん自分の良かった点と悪かった点と両方バランスよく引っ張り出してみるっていうこともとても大事です。ね、何も反省しろって言ってるわけではないのでやはり良かったことと悪かったことの両方を引っ張り出し。 そしてうんこの辺りはなっていうような、まあ、悪かった点として自分が出したものについてはただそれだけではなくそそこここをどうう改善したら良いいということに持っていけるのかでそこ大事だよね自分の悪かった点至らなかった点をどう変えていけばプラスポイントに持っていけるのかそこをしっかり考える。 これができるかどうかがやはりリベンジができる人かどうかってことになってくるんだと思ってくださいまあ、見ている時期によってはね、これはもう本当に本試験終わってすぐご覧の方もいらっしゃれば実際に点数が分かってから見ている方もいらっしゃるんだと思いますいろんな方がいるんだろうなとは思いますあの178点で落ちましたって毎年たくさんいらっしゃいます結構178点で落ちたっていうようなこと自体は まあねそれは普通に考えればわかるけれどまあまあショックですよねそれはねもちろんねでとてもショックでっていうような話はしてくれるんだけれども意外と多いですまあ少なくともその言ってくれた人一人ではないです例えば横水プレミアム合格塾などの教室に178点の人って言ったら結構いますうん、だからやはり点数のボリュームゾーンが 170点台ぐらいから180点190ぐらいまでのあたりにわっと集まってるっていうのが、まあ、例年の試験の傾向ですね受かった人だけの平均点となると190点台後半ってなってますけれど、まあ、平均って何とも言えないのはあの中央値ではないですからね平均ですからすごいいい人がいたらそっちに引っ張られちゃうので。 まあどうしても高めに出るっていうのはあるかもしれませんけれどその点数の分布で見たときにやっぱり170160後半から180半ばぐらいまでのところだからちょっとの何かの違いで受かってるか落ちてるかが決まってしまったっていうようなところの180点未満で170点台で落ちてる人これねすごく多いんですよ実は。まあ、やっぱりそのあたりがあと1問あと2問できてればとか。 あの問題最後に変えてなければとかいろいろな後悔をねそこに伴うものにはなるかもしれないっていうことなんですよね。ただやっぱりそれもこれもこなんか原因があるはずなんですよだからやはりそこの原因にしっかり向き合ってそしてそれをどう乗り越えていったらいいのかっていうのを真剣に考えるっていうのは何といっても重要なのかなと思います。 絶対あなたにこの話が当てはまるかどうかはわからないけれど多くの方に当てはまりがちな話っていうのを、まあ、これからちょっとねしていくよっていうことにもなるんですけれどもやはり行政書士試験はなんだかんだ言って最終的にうん覚えてないとね話にならない試験でもあるわけですよ。だからあしっかりこう暗記をしていこうってことで、まあ、丸暗記を一生懸命やっていく。 ただひたすらとにかく覚えてればいいんだっていうような勉強の仕方をしている人っていうのは実は結構多いんですよ。だだからあの量が全てだってっいう、ね、やはり圧倒的な知識量を持っていれば確かにそれは出してくる試験問題に対して立ち向かえるっていうのはあるんだけれどその知識量っていうのが単純にただ覚えただけって状態の知識で立ち向かっていこうとすると まあ場合によってやはり合否を分けるようななかなかよくひねられた問題で足元を救われるっていうのは、まあ、よく見られるパターンなんですね。だから行政書士試験は徹底して大事なことって一つあってそれがバランスですバラランンススでですすインプットとアウトプットのバランスも大事。例えばリベンジを図ろうとする人の多くは 問題をたくさん解けばいいと思ってる問題をたくさん解けば何とかなると思ってる人結構多いんですよいまだにね結構多いのそれ間違ってるからね問題だけひたすら解けば受験経験のある人がじゃあリベンジできますかって無理ですよ。バランスです。インプットとアウトプットのバランスがちゃんと取れてないとこれは太刀打ちできないですそんなに甘い試験じゃない。 ちゃんと正しく努力すればどんな人でも合格できるよっていう試験だと言い続けているんですがただそんなにあの <laughs> バランス悪く勉強した人が合格できるほど甘い試験ではないだからインプットとアウトプットのバランスはしっかり取らなければいけないそれからインプットの中でもやはり量と質のバランスをしっかり取る まあ質っていうのはこれはなんだろうなきちんとした理解を伴うっていうイメージで置き換えた方が正確かもしれないですね。それからもう一つ言えば応用力のある応用力のある知識を身につけるそこも大事です。ただ単に A ってことだけで聞かれたときにその A ってことで聞かれたことに対しては答えられるけれど。 そこから発生する A, A' みたいな問題には全然太刀打ちできないいやこれ全然違う問題ですよねみたいになる行政法でよく見られる傾向なんだけれど同じ条文のところのスポットの当て方でまるで違うような問題が出来上がってくるでそれらが全部違う問題に見えちゃってバランバランに知識がないと対応できませんみたいな状況になるこれは応用力のない知識ってことになります。 ね、同じ条文が繰り返し出てるんですよほらこの問題見てください選択肢1はここに出てる2はここに出てる3もここに出てる4は出てないけどとても大事な条文で5はほらこっちから出ている、まあ、よくあるパターンですよね。でその時にこっちから出てますよって言われてもいやこれ全然違う選択肢じゃないですか、ね、一言一句同じじゃないと同じと思えないっていう状態、まあ、極端に言えばそういう話ね。それが やはり応用力のなないい知識とうことになるのねそれをいくら大量に覚えててもやっぱそれは量はいいのかもしれないけど質が伴わないわね。ってことになる。ね差外意思のレベルと行為の差外性の強弱の相関関係で決めるっていうのは差外行為取消権の差外行為の考え方だけれどもそれと似てます。 やはり合格に必要なだけの量もきちっと伴ってなければいけないけれどその知識の質としてきちっとした応用力のある知識、ね、ただ学んだだけの知識ではなくそれを問題を解くときに使える知識に変えていくもっと言えば聞かれたことにパッと答えられる知識ってことで再構築していくそこがすごい大事です。 ね、表現のの自由だって知るるる権利があででししょょ受け手の側から再構成するでしょそれと一緒よやはり持ってる知識を一面的なものだけでいくのではなくあ違う面から見たらこういう内容も含まれるよねっていうところまでちゃんと広げて理解できているかどうかこれができてると厚みのある質のいい知識それが量としてあれば。 質と量が両方伴いますからそれはなおかつ現場でその知識をひねり出せるようなそういった訓練もできていればさらに点数は跳ね上がります。まあ、今年の試験で記述も入れて120点ぐらいであったとしても。 2024年度本試験の日にはそこからプラス80点ぐらいアップして合格できます。そこが目指すすべきポイントですだから120%学習効果を高めるって言ってるけれどそれはやはりバランスをしっかりとるっていうところねそこに全部もう行き着くんだ。今は まあ、インンププッットトトとアウトプットのバランスそれからインプットの中での量と質のバランスって話をしたけれどほかにもまだあってね科目間のバランスこれも大事です憲法も重要でしょ民法も行政法もそして商法会社法だってやはりそれなりに勉強しとかなきゃいけない。さらには 一般知識のところも処方例など含め勉強しておかなければいけないそう2024年度試験から今までなかった科目が加わりますね今分かっている情報で言うんであれば行政書士法戸籍法住民基本台帳法加わりますね勉強しないといけないそこもバランスよくです従来通り 政治経済社会も出ると言ってます。まあ一般知識っていう名称でくくられるようですが、その中から出すと言ってます。個人情報情報通信はもちろん出てきます。文章理解も出てきます。内訳の台数などはまだはっきりしたことは何も言ってくれてませんけれども、でもまあまあ,あ文章理解も出てくるから文章理解特訓講座っていうのはそのまま残してあります。これ初学者向けの合格講座が入ったコースにも。 横水をプレミアム合格塾にも入れてありますだからねなんかあのバランスはやっぱとって勉強していかなきゃいけないいくら今回初めて学ぶ科目だからといって行政書士法や戸籍法住民基本台帳法ばっかり勉強するわけにもいかないじゃないかといって全くやらないってわけにもいかないよね早めに手つけた方がいいのかもしれないなっていうのもありますよね。全く初めて見る条文っていうこともあをいろいろ考えていくと うんまあその主要科目とそれからまあサブ科目のバランスみたいなものもしっかりとっていかなければいけないしその主要科目の中での学習の時間がどのくらい割り当てられるのかってところにおけるバランスもしっかりとっておかなければいけない。行政法の中だけけけってももバランスが必要ですよね <laughs>、まあ、ソロもやらななきゃいけないけれど 地方自治法だってやななきゃいけないけ地方自治法苦手って人多いでしょだから早めにやった方がいいよね地方自治法はねやはりしっかり意識して勉強するってことはちゃんとやった方がいいですまあカリキュラム的にはどうしても後ろの方に来ちゃうけれどでも地方自治法の勉強に取る時間はある程度しっかり確保するって意識は常に持ってた方がいいですよ そうじゃないとうんやっぱり足元救われるよね救われたくないところで足元をパッと救われるのは嫌じゃないだからまあその辺考えて、えー、各科目のバランス科目の中でのバランスね 今年の場合は特に初めて勉強する行政書士法や戸籍法住民基本台帳法をどのくらい勉強として取り入れるのかそのあたりのバランスとにかくすべてはバランスですバランスよく勉強できた人が合格できるこれが行政書士試験だってことになるただ丸暗記すればいいってもんじゃないねただ問題解いてやるいいってもんじゃない すべての要素がバランスよく合わさって初めて合格ラインを超えるんだぞということは忘れてはいけませんこの辺の120%を高める方法の中でのですね一番意識しなきゃいけない土台がそこだということなんですね。あとはやはり学んだ知識がどれだけちゃんと自分で身についているのかなここはやはり反復して確認していくということは必要です。 最初の段階ででは少し間空けながらやっていくといいくとんです2週間ないし3週間間空けながらやっていくといいんです確認はね。直前期になったらもうどんどんその確認のタームを短くしてって最終的には毎週チェックするみたいな感じに持ってって本試験会場に突入するというのが一番良いってことにはなります。知識のの確認っていううで、まあ、最もこう 活用してほしいのはやはり横溝プレミアム合格塾というね受験経験者向けのコースであればズームゼミですここですズームゼミっていうのがあるのよこれだねまあ横溝プレミアム合格塾というものまあ、それ、えー、検討していただいている方がこれご覧になっているかなとも思いますのでまあ、その横溝プレミアム合格塾の <laughs> ズームフォローゼミです。ここで皆さんにいろんなことを聞きながら答えていただくってことをやってきますで。皆さんにいろんなことを聞きながら答えていただくってことをやっていく、それがどのくらい身についてるかなっていうね、確認する一番いい手段がここなんですよ。ズームフォローゼミでの知識の確認っていうものが、うん、普段の勉強で、あ、この辺甘かったなとか。 この辺りはまだ理解がちゃんと足りてなかったなってことのやはり再発見にもつながるしでその再発見があ,あるからこそじゃあ次どうしようっていう意識にもつながるし、ね、やはり課題を発見してそれをうん解消するための工夫をしていくっていうのは、まあ、受験経験者だけじゃないとは思うんだけれど 勉強していくにあたって、とても重要なポイントではあるんですね。課題の発見と解決の連続です。それによって、どん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 レベルを上げていくってことが、初めて可能になります。課題の発見っていうのは、もう別の言い方すると。受験生、これも全般に言えることなんだろうけど、特に受験経験者の方はね。意識しなきゃいけないのが。 自分は何が分かってないのかなってことをちゃんと確認するよくないのはね僕勉強してるでしょだん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 なんか全部分かった気になるのね全部分かった気になって全部分かってるのになんで点数取れないのかなみたいなことを言い出すのねもう何やっていいか分かんないんですよねなんて言ってる人。 何やっていいいかかわらないもう全部やりきったはずなんだけどねみたいなことを言っている全部やりきって何やっていいかわからない状態にまでいってるなら受かってるからうんそうじゃないってことはまだ課題があるんだそこに気が付いてないところに大きな問題があるんだっていうそこは自覚しないといけない人によって全部違いますこれはね 全部違うからこそ自分の問題点は何なんだろうということをしっかり認識することができるかどうかそれができる人は解決案も導き,導き出せるだろうしそして合格を勝ち取ることもできるでしょうね。 まあ一人の力でなかなかそれが難しいというのであれば横溝プレミアム合格塾にはズーム個別面談というのがありますこれは私とズームを通して通信通学の方どちらでも構いません事前予約制で定期的に実は面談を行いますこれは最大3回までってことにはなりますけれどもまああの 始まったばっかりのね1月2月3月ぐらいまでかな少子高が断続的にまああの発表前後のところでで2回目が6月から7月にかけてで3回目が10月ですね。その辺りで、まあ、9月10月ぐらいかなのところでお一人20分の事前予約制でのズーム個別相談。だからあの 定期的に受けている方は3回受けているからそうするとその時期ごとにやっぱりね問題点が違ったりそれからこういうところができてないんだよねって話ができ,できたりしますので、まあ、この辺はあの自分で課題に気がつけないでも話を聞くことであここだったんだっていうことが分かるなんて人は結構います、まあ話すとねより問題点明確になったりするっていうのもあるでしょうから。 まあるであの横溝プレミアム合格塾12期生というところであればこういったサービスがついてきますので <laughs> それをうまく使うことで常に軌道修正しながらその良いバランス一番良いバランスでの学習っていうのが実現できるということにもなるんだろうな、まあ、そんな話です。 あとそうねこれは今までレックで勉強してない方だとね意外にそういう人いたりするいまだにいたりするんだけれど例えば過去問とかこれをただひたすらね10回20回解けばそれでいいと思っている人がいるうん。一番あれなのは「足別本」っていうのあれをなんか20回30回ひたすら繰り返せばそれでいいと思っている人がいる。 あの世の中にこれでいいって方法はないのよ。だから足別本を30回やったら受かりますって言ってる人がいたら、それは嘘つきだよ。うん、まあ、その人はそれで受かったのかもしれないけど、その人が受かったってもう下にで大きな字で個人の感想ですって書いとかないといけない。それがあなたに当てはまるかどうかなんて絶対当てはまると言い切れるなんてことはないんですよ。 合格者がいたら合格者の数だけ勉強の方法はあるだからこういうやり方がいいんだとかこういうやり方をおすすめするっていうのもその個別面談の時もそうですけれど一一人人人言うこことと違いますすその人の状況にに合わせて話をするってことになるなそれを忘れて一般化してこうやればいいみたいなことを言うのは言うのは簡単なんだけど。 実践しようとした側がただただひたすら混乱状態に陥るというそういうパターンはこれまでよく見てるんですだからその足別問を20回やればいいとかねテキストを10回清読すればいい一つあるのは20回解けばいいの解くところをどうやって解くのか解いたあとどうフォローするのかまでしっかり考えておかなければいけない10回清読するって清読ってなんだってところをしっかり 意識しとかななきゃいけないけただ単にひたすら解いてるだけただ単にテキスト読んでるだけで受かるわけがないでしょ。過去も20回やりましたただやってるだけで受かるわけないのよ。そそそこははもももううそもそもやり方方を間違えててるっっいいい意識持たがですなんかやっぱりこうはっきりこれがいいんだって言ってくれるとそこに飛びつきたくなるっていうのはねこれはまあ人間の差がかもしれないしまあ ななんだろうなそういうのってうーんまあまあねあの悪く使えばいろんな犯罪にも使えたりするような、まあ、マルチ商法なんかにも使えそうじゃないこうやったら儲かるって。そ、うんなのはあの時と場合によるだろうしいろんな条件設定で全部状況変わるはずなのにこれをこうやってこうやれば絶対儲かるみたいなことを言ってそれしかないって感じでわーっと押し寄せてくるっていうのはまああのー。 怪しいいよねっていうことになるんですねなので、まあ、その辺はん勉強法も一緒だと思うんだだからあなたの置かれている状況とそれから取るべき学習の戦略っていうのは両方を相関関係で見ていかないといけないんですよ総合的に評価するっていうの。まあ、判例の表現っぽく言うなら総合考慮して判断するみたいなところがないといけない。だからその辺りも うんとこういう個別面談などをねうまく使いながらやっていっていただけるといいんじゃないかなとは思ってます。まあ、あの最低限やらななけければいけないことはもう全員に共通ですよそこから先それをどう定着させてそしてどう,うん自分のものにしていくのか、ね、栄養をしっかり吸収するためにはどうしたらいいんだっていうのは一人一人違うのよ。 その一人一人違うところを意識しながら自分に合った方法で吸収していくってことをやらないといくら勉強したってそれは意味がないことになってしまう。ね、過去本の使い方一つとってもやはりそこはただ物量的にやればいいってものではないさっき最初の話に戻るけど質も伴わないといけないんですよ。 だその質を伴わせるためにはどうしたらいいんだってところはやはり工夫のしどころでそういったことをこの横溝プレミアム合格塾例えば、はい「過去問徹底解析講座」なんていうのがありますが、まあ、その中でお伝えするということになるんでしょうね。問題を解くったって問題を解いたからといってただそれベタベタ解いてりゃいいってもんじゃない。 やはりどう解くんだでその得た知識をどう生かすんだまあプレミアム合格塾解答力強化講座っていうのは量も伴うけど質も伴うそういった学習ができるようにするための講座だということにはなっておりますまあもちろん今年はねやはり処方例というふうに書いておきましたがうんこの 行政書士法や戸籍法住民基本台帳法の勉強も大事じゃないそのあたりどうするんだいってところもこのプレミアム合格塾の中で一つの方,方向性というものはしっかり、えー、皆さんにねお示ししたいということですよね。まあ,あのいろんなカリキュラムを用意しながら一人一人にうまく合った形でね、えー、この学習を進めていっていただくこれは通信通学問わずです。 問わずにそれをズームをうまく使いながら直接お話ししたりゼミの中で直接問いを投げかけたりいろんなことをやりながら合格を目指していきたい、まあ、これが「横溝プレミアム合格塾」12期生ともう12年,12年目になりますね12年目になりますが12期生と。 いうものの大きなコンセプトだったりししますしそれから、まあ、このプレミアム合格塾を使う使わないにかかわらず、ね、その学習効果を120%高めるための方法として今お話ししていたようなことをしっかり意識して勉強していっていただけると良いのではないかなそういうふうに思っているというお話でした。さて、えー、ということで2024年度試験リベンジを考えているという方ね 若干耳の痛い話も中には含まれていたかもしれないけどぜひまずはあなた自身と真摯に向き合いこの2024年度試験を突破するためにあなたに何が必要なのかっていうのをまず自ら問いかけるところからリベンジはスタートしますぜひこの動画見終わったらそこから実践していただけるといいのかな。 そういうふうに思っております。そして横溝プレミアム合格塾十二期生へ、ぜひご参加いただければということです。はい、というので今回学習効果を百二十パーセント高める方法を教えますというタイトルでお話をしてまいりました。最後までご覧いただきましてありがとうございました。